ウィークリーキャッチ。ここからはニューヨークのスタジオから。この一週間アメリカで注目されたニュースがまとめてわかるウィークリーキャッチです。今日もアメリカ A. B. C. ニュースが大きく報じた項目をお伝えします。事故当時17歳だった被告に終身刑。その罪状とは。気候変動で人食いバクテリアが増殖。 注意が呼びかけられていますはじめにトランプ前大統領が24日木曜日ジョージア州アトランタの拘置所に出逃その場で逮捕されました全米メディア各局はこの一件をブレーキングニュースとして大々的に報じましたトランプ氏は24日木曜日 ジョージア州アトランタのフルトン郡拘置所に出頭しました現地から中継で伝えた ABC ニュースによりますとトランプ氏はその場で逮捕され指紋採取とマグショットと呼ばれる顔写真の撮影を行いましたトランプ氏は書類手続きなどを終え20万ドル、日本円でおよそ2900万円の保釈金で釈放されました これに先立ち23日にはトランプ氏の元顧問弁護士ルーディ・ジュリアーニ氏がこの公知書に出頭しました組織的な犯罪など13件の罪に問われているジュリアーニ氏は写真撮影などの後15万ドルおよそ2150万円の保釈金で釈放されましたそのほか同様の罪状などで起訴されている他の関係者も 被告人用の顔写真の撮影を済ませました。そんな中、23日水曜日、ウィスコンシン州ミルウォーキーで、共和党候補者による初のテレビ討論会が行われましたが、トランプ氏は欠席。支持率がトランプ氏の半分にも満たない2以下の8人の候補が討論を行いました。討論会では、司会者が トランプ氏が次期大統領選の共和党候補となった場合、有罪判決が下っても支持するかと問いかけると、8人の候補のうち6人が手を挙げ、支持する意向を示しました。反トランプ派の候補であるクリス・クリスティ前ニュージャージー州知事は、クリス・クリスティ前ニュージャージー州知事は、 このように発言し共和党支持者から大きなブーンを受けました84年ぶりの襲来で西海岸に大きな被害をもたらした熱帯低気圧ヒラリその後に続き熱帯低気圧ハロルドがテキサス州に22日火曜日に上陸し 大雨と暴風をもたたらしましま22日午後7時ごろ、テキサス州に上陸した後と熱帯低気圧、ハロルドは勢力を弱めましたが23日水曜日まで内陸を移動し多いところでは最大100ミリの雨をもたらしました。 カリフォルニアでは1939年以来の熱帯低気圧ヒラリーが通過し氾濫した川などから流れ出た土砂で多くの家が冠水しましたサンバーナディーノ郡の山間の集落では21日時点で700世帯が避難女性1人が家に押し寄せた濁流に流され行方不明となっています Here in the San Bernardino Mountains, there used to be a bridge right here above the Santa Ana River, but as you can tell, it's gone. There was one baby born after the emergency generator went out. And what they ended up doing was putting together a whole bunch of flashlights and shining them up at the ceiling and, and illuminating the rooms. 一方、アメリカの中部では、シカゴやミネアポリスなど各都市で下し100度を超える熱波が襲いました。また、カナダと国境を接するワシントン州では、7月から続く乾燥した気候から山火事被害が拡大し、住宅地にまで広がっています。ワシントン州の知事は、気象災害を防ぐには消防などの数を増やすのではなく、 温暖化を止めなななくててはならいないと語っています東海岸ではドミニカ共和国付近を通過した熱帯低気圧フランクリンが勢力を増しながら大西洋を北上していて数日後にハリケーンに発達するという予報が出ています。次ですですオオハイ州 スクールバスの事故で小学生の児童1人が死亡20人以上がけがをしました。夏休み明け登校初日の悲劇でした。22日火曜日オハイオ州クラーク郡で児童52人を乗せた小学校のスクールバスが絡む事故が発生しました。スクールバス 捜査当局によりますと、朝8時16分、ミニバンが対向車線にはみ出し、スクールバスに衝突しました。スクールバスの運転手はミニバンを避けようとしましたが、接触し横転しました。Contact, right、児童1人がバスから投げ出され、現場で死亡が確認されました。 Of, like、un, cars, ets, kind of 現在、連邦政府はスクールバスのシートベルトを推奨していますが義務化はしていません。 州レベルで何らかの形でスクールバスのシートベルトを義務化しているのは全米でたった9つの州でオハイオ州を含めほか41州ではまだ義務化されていません。 こうした事故が起こるたびにスクールバスのシートベルトを義務化するべきだとの声が上がりますがなかなか実現しないのが現状です。次でです。オオハイ州で去年、交際相手のの男性とその友人を車に乗せ、 故意に衝突させて殺害した罪で有罪判決を受けた事故当時17歳だった少女に2つの終身刑が言い渡されました現在は19歳のマッケンジー・シュリア被告は去年7月、自分が運転する車に交際相手の男性20歳と男友達19歳を乗せ故意に衝突事故を起こし死亡させた罪で起訴されていました 判決の言い渡しを前に被告は反省の弁を述べました I I so しかしこの日、判事が言い渡したのは殺人、重防抗剤、麻薬所持など複数の罪状による2つの連続した終身刑という重いものでした裁判で検察側は当時17歳のシュリア被告が 交際相手との別れ話を発端に2人を車に乗せ殺害目的で時速160キロで車をビルの壁に激突させたと主張監視カメラの映像にも猛スピードで突っ込んでいく瞬間が捉えられています被告の交際相手とその友人は即死だったということです判事は事故の様子は文字通りの地獄絵図だと述べました 交際相手の母親はシュリア被告が犠牲者の2人に何の慈悲の感情も持っていないと訴えました検察が提出した証拠によりますとシュリア被告は事故後音楽のライブや大学のパーティーなどに参加自分の罪を償うような素振りはなかったと述べています判事はシュリア被告の刑は仮釈放込みの懲役刑となり 最短で15年服役後に仮釈放の可能性があるとしています人食いバクテリアの感染が北東部のニューヨークやコネティカット州などでも確認され気候変動に伴い被害が東海岸に及んでいるとして注意が呼びかけられていますビブリオ・バルニフィカス、いわゆる人食いバクテリアは 塩分ををを含含む温かいい水水中ででで増殖しますすすババククテテリリアアにに汚染染されれたた直接傷口が触れたりバクテリアを含んだ生ガキを食べるるこことで感染するということ感う北東部での感染について専門家は気候変動との関連を指摘しています。 感染した場合の症状は吐吐、き気、嘔吐下痢、腹部の痛み、発熱などです rare, it occurs, it s <S 今年に入ってフロリダ州では26人の感染が報告されうち少なくとも5人が死亡北東部のニューヨークとコネティカット州では3人の死亡が確認されています。 7月以降に報告されたコネティカット州での感染者は3人でうち2人は傷口がある状態でロングアイランド湾に入っており1人は生牡蠣を食べたことによる感染とみられています感染すると死亡率は33%に上り注意が必要だということです専門家は擦り傷などの傷口や新しいピアスやタトゥーがある場合も 海水や塩分を含む水に入ることを避け水の中での怪我を避けるため靴を履いて入るよう呼びかけていますそれでは今週のウィークリーキャッチはこの辺でお別れですどうぞ素敵な週末をお過ごしくださいごきげんよう